いつもご愛顧いただきましてありがとうございます。銀座元寺一級和裁師の鹿野又でございます。今回はですね、男性の半襟付けをやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではこちら半襟ですね。まずですね、アイロンで縫うところの癖をつけていきます。まずこの端っこの部分ですね、まあ約1センチぐらいで折ってアイロンかけちゃってください。同じく反対側ですね。はい、今半折りました。で、縫うところ、こちらがですね、また1センチぐらいでずっとアイロンをかけていくんですけれども、ちょっと注意点が一つ、半襟、ものによってこう幅が広かったりします。で、こちらですね、長襦袢に、まあ、半襟をこうつけてくるむんですけれども、その際にですね、こう反対側、内側をこちらの縫い込みがこう多くなったりして、こちらの山までですね、こう重なってしまう、そうなってしまうとちょっと、あまり具合がよろしくないので、そこを調整しながら、初めの方をですね、折るの1センチとかちょっと調整していただければと思います。こちらの半襟の場合はですね、まあ、約1センチぐらいで折っていただければ大丈夫です。はい、で半分にしていただいて、真ん中ですね、端っこの方にちょっとアイロンかけて真ん中の目印をつけます。はい、では長襦袢のこちら、長襦袢はですね、まずこちら表の方からつけていきますね。テーブルの上に乗っけて、まず真ん中とこの背縫いのところですね、まあ、真ん中を合わせていただいて、待ち針で真ん中を押さえます。大体ですね、5、6センチのところにもう一つ、でこちらですね、襟肩木と呼ばれる部分なんですけれども、まあ、この片山のずっとつながったところです。ここですね、少し半襟をつらして縫いたいんですね。なのでこう親指こう反って、親指に沿わせてください。こうぐるーっと、でこちら右手でしっかりここですね、押さえていただいて、そうするとですね、見えますでしょうか、半襟が少しこう短くなるようになっております。大丈夫でしょうかね。ではですね、この右手押さえたまま持ち替えて、半襟を一つ、はい、あとはまた長襦袢をですね、こう置いたままで構いませんので、縫いやすい感覚で待ち針を打っていきましょう。待ち針を打ちましたら、針と糸ですね。今回ですね、縫い目が分かりやすいようにちょっと赤い糸を使いますので、こちらですね、糸なんですけども、このカードに巻かれてますと、こうカードの巻いた癖が ついています。これですね、ちょっと絡まりやすい原因になりますので、少しこう引っ張って親指で弾いてください。そうするとその癖がちょっとなくなりますので、はい、
ではですね、縫っていきますね。こちら最初ですね、一針ちょっと軽く返し針してあげてください。またですね、ちょっと大きい針目、3センチぐらいですかね、それぐらいの大きい針目でザクザクザクと縫ってあげてください。一針、二針、まあ三針ぐらいですかね、こうすくってあげたらずっと糸を引っ張ってください。こちらですね、右手でちょっとここ襟を押さえながら、左手でこうちょっと気持ちですね、引っ張りながらやると縫いやすいかもしれない、縫いやすいので。もう本当に3センチぐらいの大きい縫い目で構いません、針目で。こちら針と糸ですね、前回女性の範囲付け動画を上げた時にですね、針と糸は何を使ってるんですかなんていう問い合わせありました。針と糸に関しては、まあまた別の動画ですね、ご質問にお答えする動画上げておきますので、ぜひそちらを参考にしていただければと思います。はい、こちらですね、襟肩開きの先ほどこう、親指でちょっと押さえたところまで来ました。ここの襟の周りというのは気持ち、細かい針目で縫うようにしてください。まあ1センチぐらいですかね、ちょっとこう力が入るところなので細かく細かくがいいですね。はい、真ん中まで来ましたらまた反対側やっていきますね。6センチのところに、でこちら襟肩開きのところ、ちょっとこう親指を入れて、今度反対側なのでね、左手でこうしっかり押さえます。押さえたまま待ち針を打っていただいて、あとはですね、また長襦袢を置いたままで構いませんので、縫いやすい感覚で待ち針を打っていってください。右手でですね、襟を押さえて、ちょっと左手で軽くこう引っ張りながら、今ですね、襟周りが縫い終わりました。あとはまた大きい針目でザクザクザクと縫っていって構いませんので、もう男性はですね、長襦袢着てしまうとこの針目、縫い目見えませんので、着物を着た時には。なのでもう本当に
大胆に塗ってしまって構いません。こちら最後ですね、また、返し針を軽く一針やって玉留めをします。ではですね、ひっくり返していただいて、こちらのですね、襟の山に沿って範囲を取っていきます。まあ、最初に説明したんですけど、その時にですね、この縫い込みがこの山まで届かないように最初調整しておいてください。じゃあ、あとこちら側ですね、もうこう置いた状態で針を打っていきます。この襟に沿ってくるんでいってください。またですね、こちら最初は一針返し針をしてあげます。はい、もうあとは最初ですね、表側とやった時と同じように、もうザクザクザクと大きい針目で構いませんので、3針ぐらい縫ったら、すくって、糸を引っ張ってあげて、またですね、この襟のところに来ましたら、少し縫い目を
小さくします。1センチぐらいですね。はい、今真ん中まで来ました。ではですね、また同じことをして、こちらはですね、まあこういった状態で構いません。裏側は襟をくるんで待ち針を打っていきます。はい、襟の周りまで縫い終わりました。また最後ですね、大きい針目でザクザクザクと縫っていきます。最後はですね、また返し針をしてあげてください。はい、またですね、軽くアイロンをかけます。はい、これで完成です、はい、いかがだったでしょうか。男性の皆さん、ぜひ入り付け挑戦してみてください。 あと、銀座元寺チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。